日本一の外商。ここは松坂屋名古屋店。その北館6階にある外商フロアを覗くと、この人もこの人もそしてこの人も電話の真っ最中。外商とはお得意様と呼ばれる特別な顧客を受け持つ、いわば御用聞き。松坂屋名古屋店では売上の半分を占める精鋭部隊です。その外商が今注目している顧客がいます。それが次世代顧客の獲得ってところに、まあ、取り組んでいきたいというふうに考えております。次世代顧客とは一体どんな客なのか。松坂屋名古屋店の外商員、大橋正信さん。この道26年のベテランです。この日向かったのは、外商入っていただいて1年半ぐらいですかね、まあ、9月の末にジュエリーのイベントがあるので、そこのブランドの、お品をちょっと。玄関脇の車庫には高級車がずらり。持ち主は50代の建設業経営者で、外商利用歴1年半、いわゆる次世代顧客です。この日のおすすめは高級時計。やっぱね、乗っけられるところの、ね、腕とのバランスがね、高級時計はね、欲しくなるじゃん。実はこの男性、最近大橋さんからあるものを買いました。ちょっとすっげえかっこいいじゃないですかこれ。フィンランド製の本格サウナです。起きながらここ最高だ。ここ最高ですよ。松坂屋がそんなサウナ売ってると思わないですよ。松坂屋名古屋店の外商の世代別の客単価を見ると、50代40代以下のいずれもコロナ禍を挟んで大きく伸びています。次世代顧客は趣味や娯楽に出費を惜しまない傾向があり、特に人気は旅行。800万円のオーダーメイドのプランを組んだこともあったそうです。ご着席くださいませ。次世代のマーケットニーズを捉えた、何度でも訪れたくなる百貨店を目指します。投資額は63億円。総面積の3割以上を改装する過去最大規模の計画です。目玉は本館8階、百貨店としては全国初のアートのための専用フロアで、ターゲットは若年の富裕層です。お客様のですね、生活スタイルであったり、あの趣味趣向がですね、大きく変わってきているというところもありますので、まあ、同業他店とのですね、あの差別化という意味でもですね、店舗で扱ってないですね、次世代富裕層が興味関心のあるですね、コンテンツですね、これを外商の方でお客様の方にお勧めしていくというところで、あの強化の方をしています。高齢化が進み、これまで主要顧客だった60代以上の購買力が頭打ちになっています。松坂屋名古屋店のように内装に注力し、嗜好品を取り揃えることで若い富裕層を掘り起こし、顧客の代替わりにいかに対応できるかが鍵となりそうです。50代の経営者に大橋さんが見せたのはマンションのパンフレット。 3LDK で価格は2億7千万円。たとえ店舗で扱っていなくても、顧客からの要望があれば最大限に応えます。その買いあって、この間もあの息子が結婚したんですけど、結納のこのねこととかもよく分からなくて、そういうのちょっと大橋さんに相談したら、なんか紹介していただいて、はい、助かったなっていう。松坂屋しか行かなくなった。あちこち行ってんだけど、今はもう松坂屋さんしか行ってないですね。